こんにちは。こんにちは、サーブについて今回はフォワードスイング。フォワードスイング、はい、前回、テイクバックでラケットを担ぎ上げるところから、はいはい、いよいよそこから打ちに行く、打ちに行くところですね、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。トロフィーポーズまで来ましたと。はい、でここまで来たら今度はラケットダウンが始まっています。はい、こういう形でラケットが落ちていきますね、下に。これ力抜いてぐるっとこう回って落ちていく感じです。でダラーンとこう何ですかね、こうぶら下がってるような感じで、その勢いで今度はこう下から胸を張って突き上げていく動きになるんですけども、それによってこう腕とか肩が引っ張り上げられて腕は上に上がっていく、ボールにこうコンタクトするまでがフォワードスイングなんですけど、トロフィーポーズから脱力して、でそこから、体が上がっていきます。胸がこう上向いて上がっていきますので、その勢いをもらって腕と肩が上がっていきます。でその時に左手をこう上げてますよね、はい、上げてる左手をグッと下げることで右肩がこう上がってきますので、で左肩と右肩の入れ替えをこう行います。でその勢いでラケットがピュッと立ち上がってきますので、その時にインパクトすると、ラケットダウンして上に体が上がっていきますので、左手と左肩と右肩の入れ替えを行います。でラケットが立ち上がってきた時に当たると。肘は下がらない感じなんですね。そうですね、肘がこう下がらないようにして、はい、よく言われるゼロポジションという一番こう肩が動きやすいポジションに、ここに肘を置いておいて、で肘から先はラケットが落ちるのに合わせて脱力して落ちるんですけども、そこから打ちに行くんですけど、打ちに行くときに力で打ちに行こうとすると、ここでもうグッてこう打とうっていう力が入ってしまいますんで、そうじゃなくてラケットがダラーンと落ちた勢いでラケットがこう上がっていく感じ、力を入れなくてもこの動きでラケットとか体の動きでボールを飛ばすパワーが生まれてますので、結構多くの方が打つところにこう力を入れてしまいがちなので、フォワードスイングで一番気をつけなくちゃいけないのは、このここからラケットダウンから打ちに行くまでの間は力を入れないという、グリップをゆるゆるに保って力を入れないということが大事ですね。ダウンして力を入れずに右手と左手、右肩甲骨、左肩甲骨と右肩甲骨の入れ替えを行います。ヒュッで、その力を抜いてその勢いで上がっていく。落ちたら上がるじゃないですか。落ちたら上がるんですけど、これだけだとパワーが足りないから、ちょっと体幹からこうパワーをもらう感じですね。上がるのにちょっとこう体幹のパワーをもらって上がる力を強くするっていう感じですか。